前略。お母さん、入部して10日、少しずつサッカー部の雰囲気にも慣れてきました。チームメイトや先輩ともいろいろ話せるようになってきたし、毎日楽しい学園生活を送っています。それじゃあ、お先。お疲れでした。お疲れでした。着替えも済んだし、私も帰ろっと。帰りにコンビニで何か。ゲッ。ん、どうした山手。1、2、30円。今月まだ半分も残ってるのに、もうお小遣いがない。あー、金の話か。相談には乗ってやれねえぞ。新橋くんには期待してません。こっちに来てからいろんなもの必要だったしな。おやつも自分で買わなきゃいけないし、やっばいな。バイトでもするか。うちの学校バイト禁止じゃなかったか。え、あれ、まだ残ってたのか。品川先輩、悪いな、二人きりでデートしてたのに。はは、何言ってるんですか。照れない照れない。照れてません。大体ヤマトは男です。そうなんだよな。もったいないよな。あ、もったいないって何が。いや、近くで見るとキスしたくなるくらい可愛いなと思って。あんた何言ってんだ。なんだよ、焼くなよ。これっぽっちも焼いてません。先輩が可愛い後輩とコミュニケーションを取って何が悪いんだ。あ、ちょっと話してください先輩。そんなこと言わずにさ。な、緑。緑いきなり名前で呼び捨てなんてずずしいですよ。あ、いくら先輩でもこう礼儀というものが。ちょっと待って、新橋くん。私じゃなかった。俺は全然構わないよ。え、っていうか新橋くんも緑って呼んでよ。そっちの方が仲いい感じするし。緑。俺も名前で呼ぶからさ。ね、カズマ。ね、カズマ。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 お、お、お、お先に失礼しまーす。なんでじゃあ。面白いな。あ、カズマ、どうしたんだろう。さあね。あ、それより先輩、うちってバイトダメなんですか。うん、基本的に禁止。そっか、うん、痛いな。生活費が苦しいんで、週1回部活の定休日に働けばって思ったんですけど。ま、大丈夫だろ。隠れてやってるやつ結構いるし、俺も誰にも言わねえし。本当ですか。ああ、その代わりと言っちゃなんだけど、今度デートでも。ありがとうございます。品川先輩はとっても親切な方ですね。おう。それじゃ早速バイトを探してみます。お先に失礼します。だからよ、あの時フォワードが下がりすぎだと思うんだ。守れって言っても、場合によっては攻めていかないとよな。あ、ああ、そうだな。どうした新橋、食わねえのか。いいよ、やる。どうしたお前、ここんとこなんか変だぜ。そっか。ああ、何やっても上の空だし、あと山手と口聞かねえしよ。そんなことねえよ。来週から強化合宿なんだ。そんなことじゃ困るぜ。サッカーってのはチームワークだからよ。それを言うならお前も少しは仲良くしろ、菅本。それはできねえ。チームワークが効いて呆れる。おい、ウェイトレスさん、水くれ水。はい、ただいまお持ちします。お待たせしました、お部屋でござ…いやぁ、うわ、みどヤマテ。なに、ヤマテだと。しまった、まずい。
海より深いわけというか、なんというか。どうしよう。まぶいぜ。はい。山手さんとおっしゃるんですか。偶然ですね、俺の知り合いにも同じ名前のやつがいます。そういえば顔も似てるな。あ、自分代々木鉄って言います。鉄は哲学の鉄です。名は体を表すの言葉通り極めて哲学的な男です。代々木がバカでよかった。何なんでもない。おい山手、その格好は。バイト始めたんだ。女の子の姿なら学校にバレないと思って。ここの制服ヒラヒラしててちょっと恥ずかしいんだけど。あ、なるほど。やっぱ似合わない？変？いや、その変ではない。よかった。新橋、てめえいつの間にこんなまずいことできてやがったんだ。できてねえ。あ、それじゃあごゆっくり。あ、大和さん、今度俺とお茶でも一つ。いい加減にしろよ。ったく。お、どこ行くんだ。ちょっと電話。オーダー入ります。ミックスグリル1、ミートドリア1。びっくりした。この店学校から離れてるから大丈夫だと思ったのに、結構うちの生徒が来るんだ。おい、あ、なんだカズマか。脅かさないでよ。それはこっちのセリフだ。相変わらずびっくりなやつだなお前は。そんなつもりはないんだけど。とにかくその気をつけろよ。バレたら学校にいられなくなるだろ。バイト変えようかな。この格好やっぱ照れるし。あ、いや、それはそのままでいいと思うぞ。ん？あ、なんだ、始めたばっかの仕事を辞めるのもよくねえし。そっか。そうだね。ありがとう、心配してくれて。まあ、チームメイトだしな。うん。よかった。いつものカズマだ。え？最近なんか避けられてる気がしてたから嫌われたのかと思っちゃった。いつもいつもカズマに迷惑かけてばっかしだし。そんなことない。俺がお前を嫌うなんて。本当に？ああ安心した。おう。あ、お客さんだ。仕事に戻るね。頑張れ。ですか？2人。はい、ただいま席にご案内しますので少々お待ち。何かどうしたんだアキラ。いや、この子がさ。日野司。いらっしゃいませ。心臓の音がドキドキうるさいのは急に日の司が目の前に現れてびっくりしてるだけ。このやつもう全然好きじゃない。絶対好きじゃない。みどり、何して。あそこにいるのは確かこの前お前と一緒に偵察に来た。え、そうよ、チームメイトよ。あんたをぶっ倒すチームのね。なるほどな。今は彼と仲良くやってるってわけだ。来いよアキラ、こっちの席空いてるぜ。ああ、ちょっと。ああ、ウェイトレスさん、コーヒー2つね。急いでくれよウェイトレスさん。かしこまりました。ムカつく。何を感じ悪い。おい、ヤマテ、あれって女性の。知らない、あのやつ大嫌い。あ、なあ、
お前と日野ってどういう関係なんだ。どういうもこういうも憎き敵同士よ。でも日野のやつ俺を睨んだんだけど。知らないって言ってるでしょ。ねえ見て見て、あの人調整学園の日野くんじゃない。本当だ、私テレビで見たことある。高校ナンバーワンプレイヤーって言われてる天才少年でしょ。テレビで見るよりかっこいい。ふん、あんなのただの冷血鉄火面だよ。あ、こっち向いた。ギャー、素敵、なんて爽やかなの。何あいつ、他の女の子にはニコニコと。おお、日野くん、笠木くん、待たせたね。いえ、僕たちも今来たところです。突然呼び出してすまないね。来月号の月刊ベストゴールで君たちの特集を組むことになってね。インタビュー形式でいくつか質問に答えてもらいたいんだけど。それにしても二人ともかっこいいな。女の子にモテるでしょ。とんでもないです、俺あんまり女の子とか慣れてなくて。はぁ、女の子の前だと緊張しちゃうんですよね。我ながらちょっと情けないとは思うんですが。聞いた聞いた、日野くんってあんなにかっこいいのにめちゃめちゃ純情なのね。かわいい、抱きしめてあげたい。私もっとファンになっちゃった。みんな騙されてる。そいつとんでもない女たらしですから。すみません、コーヒーのおかわりいただけます。あ、はい、今すぐ。いけない、仕事中だった。あいつのせいで気が散って。あつっ、やまて。だ、大丈夫、ごめんなさい。やけどしたんじゃないのか。ううん、平気だよ、ほら反射神経いいから。あ、そうか。ごめんね、驚かせて。皆さん失礼しました。すぐに掃除します。